カムイの喋る角には福来たる。はい、こんにちは、カムイです。喋る角には福来たる。今日はね、2019年10月28日月曜日です。ね、あの、今日はね、一日いい天気でしたよ、このあたり。まあ って言ってもね、20度から21度ぐらいしかね、えー、気温は上がってないんですけれども、ただね、青空出てましたしね、えー、今朝はちょっとね、家内の用事で、う、え、ち、ー、からね、小1時間ぐらい離れたところに出かけたんですけれども、 えー、すごいいい天気でしたね、その辺はね。うん。で、家内の用事の間ね、私はあの、近くのね、星野コーヒーさんに行って、モーニング食べたんですけども、星野コーヒーさんね、コーヒー美味しいんですけど、私、唯一ちょっとね、あの、まあ、比較するのが、 違うかもしんないですけど、に比べてね、コーヒーの量がね、えー、少ないんですよ。まあ、量が少ないというかね、その大きいビッグサイズみたいなのがなかったんですけど、今日行ったらね、えー、プラス100円で、えー、1.5倍。ただこれあの、ブレンドとかその、種類がちょっと限定あるんですけど、あったのでね、それを頼んでしまいました。うん。 えー、ハムチーズトーストプラス星のブレンド1.5倍ね。これで、えー、ちょっと美味しいひと、えー、時を過ごさせてもらいました。うん。天気も良かったし、今日はまあ、ちょっと良かったかなっていう感じでね、うん。意外とね、コーヒーとか好きなのでね、自分で入れるところまではしないんですけどね。うん、今日の体重ですけれども、まあ、あのね、 増え方がね、ちょっと、あれだけ食べて,て飲めばね、増える、異常に増えましたけどね、一気にね。うん、それが戻りつつあるというだけの話なんですが、一応、マイナス 100g でした。で、えー、血圧は上112、下61、脈拍63が、平常運転ですね。うん、で、えー、っとね、ちょっとね、ここのところ、意外とちょっと興味があるのが、 あのー、携帯料金、うん、昔はね、やっぱり端末代も含めてね、1万円近く払ってたんですけど、今はちょっとやり方変えたので、うん、月だいたい3000円ぐらいかな。まあ、端末別ですけどね、端末は別に手に入れたので、それは構わないんですけど、うん ただね、あのー、今ね、意外とあの、格安 SIM とかね、SIM フリーのスマホとかっていうのが、割とポピュラーになってきてると思いますけど、あれはね、その人の用途によってはね、とても安く手に入っていいと思います。ただなかなかね、うん、単純に安いからいいって飛びつきゃいいかっていうと、その辺になってくると、ある程度の知識がないとできない部分があったりしてね、 うん、APN 設定とかね、しなくても済むのもありますけれどもね、その辺のところはね、ちょっと、えー、やる前に考えた方がいい部分はあると思いますけどね。うん。大手のね、格安シムのね、えー、やってるところでしたらだいたい今シムフリーの スマホには APN が自動的に設定されているので、もう入れればすぐつながるっていうのはあるんですけど、ちょっとそれがされてないんだと APN 設定っていうのをね、パスワード入れたりとか、ちょっと設定をしたりしなきゃいけなかったりするので、その辺のところはちょっともし考えられてるんでしたら、少し、まあ、 調べたり勉強したりしてやられた方がいいかもしれないですね。まあ一番いいのはね、詳しい方に聞くのが一番早いかもしれないですね。うん。私もちょっと最初の頃はね、えー、苦労しましたけどね。今はまあ基本的に分かってるので、どんなのでも対応できる自信だけはありますけどね。 うん、この年でね、割とね、あの、新しいもの好きなので、そういうのはね、すぐ飛びつくんですよ。うん、でね、えー、今日のジージドドイック行ってみたいと思います。今日のジージドドイック、スマホ料金節約するは格安シムとシムフリー。スマホ料金節約するは格安シムとシムフリー。ね、シムフリーのスマホで割とね、 1>, えー、1万円台、2万円台、3万円台、高くても4万円ぐらい払えばね、えー、かなり性能のいいのがありますのでね、その辺のところもいろいろと検討してみられるのはいいかなと思います。 えー、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。お目汚し、お耳汚しはいつものことですが、また明日もね、何か喋ってみたいと思いますので、よろしかったらお付き合いください。それではまたまたバイバーイ